今ない今ない〇〇を妄想する M8 招待招待の二等兵の友人屋でございます。 T 隊長です。隊長でございます。隊長聞いてくださいよ。はい、あの、わかりました。僕あの寝るときに、うん、なんか聞いて聞いたりしてます？聞かないですよ。聞かないですか？寝ます。何も音楽とか聞かないです。それで毎日の不安って解消されます？毎日の不安そんなのない。寝たら解消していきますよ。なんか何か知識をつけなきゃとか。寝る前に。寝る前に。あ、寝ながら？寝ながらとか。寝ながら、いや、これをやったらもっとよく寝れるんじゃないかとか、そういうのないですか？あの、寝るときに考え事はしますよ。でも何か聞いたりとか、何か教えてくれと。ないです。あの、ちょっと違いますね。僕はあの、うん、寝るときにあの、YouTube とかで、うん、あのいろいろ音楽だの、うん、焚き火の音だの、うん、イルカの声だの流して流して、で、まあ、たまにその、うん、本の朗読とか聞いてるんですけど、うんうん、そこであの最近あのブッダの教えは超クールって聞かれてですね、うん、あの反応しない練習っていう、うんうん、あの本の初めの、うん、初めにを読んだものを聞いてたんですけど、うん、そこですごい深い感銘を受けました。はじめにだけで。はじめにだけで。すごいって。それは、あの、悩みは、たった一つのことから始まっています。うんうん、悩みの正体を教えてあげますって言うんですよ。うんうん、ブッダが。ブッダ。ブッダが、超クールなブッダが。うんうん、それは、悩みの正体は、心の反応です。うんうんうん、だから、その、心の反応を、捨てれば、うんうん、あなたは悩みから解消されます、うん、って聞いたときにぐっすりですよでぐっすり、ごめんなさい、ぐっすりというかメモらなきゃ目が覚めちゃったんですけどメモらなきゃ、メモらなきゃ、体調に言わなきゃと思ってで、それはあの全て日常の反応は、うん、例えばその電車が混んでた、うん、あもう今からこれに乗って仕事に行くのか、うん、憂鬱になる、うん、でもそれはその電車が混んでたっていう事象に反応しただけで別にあなたの不幸の幸せにも何も関係してないんですか？関係ないですね。思います？思いますというか暗くならない。あの電車混んでてうわ混んでるなって電車乗り込んで早く終わらないかなって降りたら終わります。あこのまま仕事行くとあーとかっていうのはない。このままその電車乗ってることと仕事のことは関係ない出来事らしいんですよ、はい、そうらしい。そうじゃないですか。で例えばその、うん、目覚ましテレビとかって朝やってるじゃないですか、はいはいはい、あれで、うん、あの目覚ましじゃんけんって言うじゃないですか、うんうん、あれ負けるとイラッとしません？僕しないですね。僕なんかこうチャレンジします。何にしたの？毎日パー出したらどうなるのかみたいななんか多様性ですね。多様性だからその僕の場合じゃんけんに勝った負けたで一喜一憂して、うん、おまけにあれ占いとかやるんですよね、うんうん、今日の星座占い、うん、星座占いランキングまでするんですよしてますね。してますよね。でもあれもうバットだと本当にもう一日がバットなんですね。あ僕はないない。あのいいと、あ、いいことあると思って、悪いとこんなあれにならないよって。だから僕はもう、あれをやめて今、教育的なんですけど、うん。おみくじとかも引かないですか？引かないですね。引かないですか？あの、おみくじに左右されるので。おみくじに左右されないですよ。なぜならそれは多分、反応するんですよ。反応しちゃうんですね。で、その、反応しない練習っていう音源を聞いたときに、うん、あ、これっていつもここで話しているエニアグラムのことだと思ったんですよ。で、あの若干僕エニアグラム勉強歴 2,3 年、うん、2,3 年長いんですよ体調の方が、まあ、少し1年2年長いぐらい。あとはその結構もっと詳しい人とあ、まあ、ちょっとなんかあのそういろいろ話密な関係がある都合都合
とても詳しくてですね、今日ちょっとエニアグラムの話がどこまでできるんだろうと、どこまで、これでも話す長いですからね、めちゃめちゃ長いし、多分こうやって答えはない、答えがないからずっと話できたりもしますよねそうなんですよね、うん、で、まあ、今日この反応しない練習っていう動画で、うん、反応があなたの幸せとかを左右しますよ、うん、悩みを、うん、反応が作ってますよっていうのを聞いて、うん、エニアグラムが役に立つんじゃないか、うんうん、というのはエニアグラム この分け方というんでしょうか、うん、問題が生じた時の態度っていうので、うんうん、なんか3つのタイプに分かれます、うんうん、それは、楽観的タイプ、うん、合理的タイプ、うん、反応的タイプ、うん、で自分、私は日本人で一番多いと言われている6ではないかと思っていて、その6っていうのは反応的タイプに入ってるんですね。でもちょっと待てと、僕はここで反応しちゃうんですよいや、お前らだって反応するだろうとしますね、だからこの反応の意味が分からなかったんですっていう、まあこの反応してるとかもう反応してるじゃん、そんな反応してますよね僕聞いた時にうーんって、あ、そうなんだぐらいの感じ、そうなんです、そうなんですよ。で僕も、うん、楽観的タイプのはずだったんです、うんうん、世の中なんとかなると思ってると思ってたんですけど思おう思おうとしてたのかなと、うん、いやちょっと待てと、うん、違う違う、僕は頭がいい人間になりたいから、うん、合理的に考えねば、うんうん、と思ってる時もあったんですね、うんうん、だから僕は常に合理的だ、合理的、物事を合理的に考えて、うん、だって今まで対処してきたじゃん、うんうん、仕事も一応クビにならずに17年間同じ会社でやってるのは合理的にやってきたからでしょ、うんで、この多分なんですか、物事を解決する、物事、問題が生じた時の態度、うん、態度で、これってなんか突発的なことなんですよね。普段は多分合理的に考えたりとかして、仕組み考えてこういうふうにしたらいいなと思ってそういうふうに行動するっていうのは多分どのタイプでもあると思うんですよ。あ、1から9まで縮み、1から9まであって、多分どのタイプでもそうやって、まあ僕でもこう、あ、これやるにはこれとこれとこれをやってこういうふうにしたらいいなっていうのを考えて行動してたりするんで、はい、普段は合理的がいいと思ってる人は合理的に行動したりするんですよ。それは、うん、反応的と言われてる6でも合理的に考えた方がいいよねって思ってることは、普段の生活、日常生活の中では合理的に、ちゃんと合理的にやってる。ただここでいう、こう問題が発生した時ってなんか突発的な時なんですよ。事故が起きたとか、そうなんですよ、仕事ですっごいトラブルが発生してしまったみたいな時にどうするかみたいな。で僕は、うん、自分のことを楽観的だし、うんうん、むしろ合理的だ、うん、と楽観でもあり合理でもありで、どっちかだろうなと思ってたんですね、うんうん、でも前この隊長と話してる時に、うん、例えば自転車に乗ってます、うんうんうん、でちょっと黄色から赤になりかけ具合で、うん、でもまあ自転車乗ってます、うん、行っちゃえ行っちゃえって僕は、まあ、誰しもが行ったことはあると思うんですよね、うん、例えばその時にタクシーの運転手から怒鳴られました、うん、どうしますって聞いたんです、うん、どうします、あ、すいませんですよね、そうじゃないですかね皆さん。で僕は恥ずかしいことに、うん、怒鳴り返しちゃったんですよね。普段は全然ここの関係でも分かるように、うんうん、基本どちらかというと誰にも敬語で話し、うん、みんなが笑顔であればいいと思ってますよ。でもなんて言うんでしょう、突発的に怒鳴られたことに対して怒鳴り返したことが何回もあるんですよね。でも喧嘩もしませんし、うんうん、もしかその後で喧嘩になったら多分僕は引いちゃうんですけどその時はやばいやばいやばい気になるんですよ。でもその時は突発的な反応で動いてたんですよね、うんうん、で私がそのエニアグラムすごいと思ったのは俺反応じゃん、うん、
で反応じゃん、めちゃめちゃ反応じゃんって思ったんですよ。でこのエニアグラムの、紹介している人が初めの方でその強く言っているのは、強くというか強調しているのは、電車に飛び乗ってはいけないって言ってるんですね、うんうん、その電車に飛び乗っていけないっていうのは、うん、僕がした反応のことです、うん、要は僕はあの反応タイプっていう物事が起こったことに対して反応しちゃう、反応しちゃうんですよ、うん、あのここにも書いてあるんですけど、うん、問題に対してはあの感情的な反応が起きる、うんうんうん、で感情が一旦発散できると、うん、健やかに気持ちが収まるって書いてあってあだからうわーって怒鳴って怒鳴り返せばふって収まるんですよ。だからもしか、うん、もしかねそこで向こうがさらなる反応を返してくると、うん、僕はもう手はないんですよ、うんうん、収まってるから、収まってるから急にやばいになるんですね。だからこのエニアグラムでは電車に飛び乗ってはいけないと、うん、これ今タイプ6っていうか反応タイプのことだけを言ってます。言ったけど多分僕だったら楽観タイプ、楽観タイプでなるとなんかこうポジティブでいい感じがする、いい感じすごいします、はい。けどこれ問題が起きた時にどういう行動を取るかというと、臭いものには蓋をしろなんですよまあなんとかなるよそれはあの、うん、僕からすると結構、うん、よくなんか人生は、うん、なんか楽観的に生きればいいじゃん、うん、みたいなのは結構、うん、巷に溢れてるじゃないですか、うん、そうでもない、そうでもないというか、例えば何ですかね、仕事でこうトラブルが起きてみたいな時にこれをやらなきゃいけない、ああってことは往々にしてありますよね。でありますよね。でこれとこれとこれをやらなきゃいけないみたいな、まあ1個ぐらいやらなくても大丈夫かなって思っちゃうんですよ。すいません、明日謝ればいいかなあ、それは なんとかなる、なんとかなるよっていうのと、もう見たくないんですよね、これこの発生してる問題に目を向けたくない。あでもまあギリギリになると、うん、それはまた合理とか、ま、合理的にっていうのは合理、合理的っていうのは問題が起きた時に一番冷静に対処する人たちですよね。で、うん、さっきの話で言うとね、うん、その反応しない練習では、うん、最終的にブッダは合理的に考えろって言うんですよ、うんうん、で、まあ巷では合理的にやってるのってすごい、うん、あの何も問題が起きない、うん、え目指すとこってそこなんじゃないのって思うんですけど、うんうん、また違うんですかね、それは。そのタイプ、タイプの話してもらえる、この合理タイプ、エニアグラムでいう合理タイプの人っていうのは全てを合理的に判断する、え、いいんじゃないですか。そうしたときにそういうちょっと羨ましい、かっこいい、かっこいいじゃないですか。かっこいいですよね。シャーズナブルみたいじゃないですかそうなんですよ。だからあの国は必要ないから消せみたいな話ですよ。ああコロニーを落とすんですねコロニーを落とすんです、惑星を落とすんですねそう。でそれがいいかどうかって話じゃないですか。自分たちに、自分にとってみたらそれが最適な手段である、合理的に、合理的にってなった時にそれを平気でできちゃうんですよね。だから仕事で問題が発生した時になんか一人の人がすごい負担が多かったりとかするけど、その人しかできない。で例えば反応タイプの人とかだったらちょっとねぎらいしたりするんですよね。あの大変だから、大変も大変だと思うから、なんかご飯でも買ってきてあげようかみたいなあ、やり、僕やりがちなの、かけらてとか買ってくですよね。そういうことをしがちなんですけど、合理的な人は合理的な判断して、それはあなたしかできないから、あなたがやるしかないでしょみたいなって言われたら、言われた人クソとか思いますよねあ、じゃあ、そうそうそうっていう、うん、エニアグラムはその自分がどんな反応をしているかを、あ、反応って僕の反応の意味じゃなくて、どんな反応をするかを知った上で電車に飛び乗ってはいけないと。そう、そう。だから例えば合理の人だったら周りの人はどう考えてるんだろうかとか、あ、考えた方がいい。こういうふうにしたら一番合理的に物事解決できるんだけど、だからそれをやることによってこうあの人の負担が増えるんだったら、ちょっとあの人にもちょっとそういうねぎらいの言葉をかけようとか、ちょっとなんかフォローしてあげようとか、できる部分はこっちでとか
面白いっていうふうにしていかないと、まあ、クールじゃないですか。かっこいいです、かっこいいですけどね。でもそれってこう相手からしてみたらうわーって全てこう論理的に責められるんですよああ痛いですね。痛いですよね。でそうすると人間関係悪くなりますよねそうで僕やっぱね多分ね反応しちゃうけどね、うん、多分口喧嘩で勝てないんですよね。合理的な人ってもう全て合理的なんでね、こうもう目に涙が溜まってくるんですよ突っ込む場所がないみたいな。わかるわ。なんかもう会社のこと思い出して肩凝ってきますよもうっていう風になっちゃうんで、なんか合理的な人はちょっとこう周りに目を配ったりとか人の気持ちまで考える。反応的な人は、うん、どんなことに気をつければいいんですかね。反応的な人は 僕みたいなそのふわふわとか。なのでまあ場合によってはこう楽観的に考えてみたいな感じですか。社長みたいにちょっと上から、うん、ちょっと上から引いて引いて、うん、引いてなんか俯瞰するじゃないけど。そうなんですよね。すぐなんか自分目線ドローンにはなれないんですよね。なんかもうタイプ級俯瞰ばっかりして全て自分のことじゃないんですよお前のことだろっていう感じになっちゃうんですよね。多分それはそれで良くないです。良くない、うん、だから僕みたいなタイプの人はそういう風じゃなくてもうちょっとこう自分ごとにしなきゃいけないみたいな、ずっと俯瞰して見ててこれこうしてこうしてみたいなとか、まあこういう風にしたらなんとかなるかなみたいな。なのでこう自分ごとじゃない感じ多様性他人ごとのようにこう自分のことでも他人ごとのように考えてるみたいな。でこの、エニアグラムには、うん、行動のスタイルっていうのでも3つに分けられますと、うん、自己主張タイプ、うん、融和タイプ、うん、有利タイプ、うん、有利っていうのは遊ぶに離れると書きます、うん、で僕ね、うん、ちっちゃい頃、うん、すごい自分ではなんかその目立ちたがり屋で、うん、なんか常に何か先生が言うとはいはいって手挙げて、うんうんうん、ちょっとなんか面白いことを言おうとして、うん、受けを狙いに行くみたいな子だったので、うんうん、僕は自己主張だと思ってたんですね、うんうん、でもなんかその本当の真の自己主張の人いるじゃないですか、うんうん、な人を見るとなんかやっぱ違うのかなって思ったり、うんうん、なんか本当の真の自己主張の人って自己主張を狙ってるわけじゃなかったりするんですよね。狙う自然とナチュラルボーンで、そうだからこうよくこう話しんでるのが飲み会の席あはいはい、とかでこう中心にいる人、仕切ってる、その場を仕切ってたりする人、次あそこの店行こっかとか。僕よく任されますけど、うん、それは役割だ。役割、そうやってくれそうだし、そつなくやるかなっていう感じで確かにやってる気がします。でそう、自己主張の人はこういつも中心にいるみたいな、話題の中心にいるみたいな、なんかこう喋った時にバーッてかぶせて喋ってくる人いるじゃないですか、うん、この間なんか美味しいラーメン屋行ってさって話をしたら、俺もっと美味しいラーメン屋知ってるよみたいな、あそこにあってねみたいな、持ってかれた今って俺のラーメンの話持ってかれたっていう人いるじゃないですか。話かぶせてどん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 こう急に円の中心が向こうに行った気がしましたけど、今そういう人たちですよね、うん、それはそれで多分、うん、いいところもあり、さっきの話と一緒で悪いところもある。そうそう、で、まあ、自己主張はそんな感じで、融和っていう、例えば、うん、私日本人で一番多いと言われてる、うん、6、反応タイプの6は融和なんですけど、うん、これは読みますと、まあ、バランスを見て、うん、自分が行くこともあれば、うん、引くこともある、うん、だから本当にバランスを取る感じなんですね。飲み会に行った時に全然盛り上がってなかったりとかしたら喋らなきゃって思う、ちょっと自分がちょっと仕切らなきゃいけないかなって頑張ったりとか、
で、そういう自己主張みたいな人がいて、もう結構盛り上がって、自己主張の人がいるとどうしても盛り上がるんで、盛り上がってる時は、なんかこう、あ、僕の出番じゃないな、みたいな感じで。なんかそれがね、嫌なんですよね。っていう感じなんですよ。すごい、使いたくないけど、日本人感が。そう周囲をなんか、キョロキョロして。なんかこう、逆にこう、気を配れる人たち。あの人ちょっとなんか飲むのないな。言い方が優しい。言い方が優しい。ってなるとこう、ちょっとこう、あ、なんかドリンクないけど頼むとか言って声かけたりとか、うん、周りをこう見てる、広く見てるんで、いいことを。と言えばいい。で、なんか悪いことでもなさそうですけどね。悪いことはない。うん、これについては。なんかここには、うん、丸々すべき、丸々してはいけないっていう自分を律する声が強いと、うんうん、責任を果たさねばと思っている、責任を果たさねばと思っている、そんなこともないですよね、多分ね。そんなこともないですね。確かに。うん、で、体調は9番、9番は有利、うん、遊ぶに離れる。こうちょっと離れてるんです。まあその飲み会も俯瞰して見てるんです。来いよこっち来いよ、楽しもうよ、楽しもうよみたいなのはあまり、そう、まあ俯瞰してみて話を聞いて面白いとか、まあその話にこう乗っかる部分もありますけど、まあ中心だけ引っ張っていこうとも思わないし、誰かのドリンクがとかも見てないし、別にそのただ飲み会があまり盛り上がってません、うん、でも僕だと本当結構なんか誰も頑張れと言ってないのに結構頑張るんですね、その時って。でよく空回って家帰って落ち込むんですけど、あんまそういうのないんですか？あんまりないんです。別にシーンだったらシーンのままで OK。 シーンだったら盛り上がりそうな人にと振りますよね。ポイッと、ポイッと。自分は別に何かその自分がこう盛り上げようとは思わずに、火をつけようとは思わない、思わない。なるほど。っていうこの 3×3 の9タイプ、9タイプあるんですよね、うん、で僕が日本人で一番多いと言われている6、うん、反応タイプです。反応に融和、融和、うん、僕は楽観に有利、有利で9番。これがね、で僕昨日、うん、友達と話していたのは、まあ一応なんかよくネットで、うん、エニアグラム診断ってあるじゃないですか、うん、その20歳以下の頃だった自分のことを思い出して、うん、自分の行動を見てみましょうみたいな、うん、それは、自分の動き方が、うん、僕はずっとその合理的だし、うん、いや時には楽観だし、うん、って思っていたのは、うん、多分世間が楽観的に考えればいいじゃんっていう、うんうん、本だったり、うん、そういうものの影響を受けて、ホリエモンさんが合理的に考えるみたいなこと言われると、うん、合理的が一番だよねっていうのに多分影響されちゃうんですよね。影響される。で、そういう診断をやるとだいたい8割ぐらいの人は外れてるみたいな。そうなんですよ。そうなんです。僕は初めに7番、うん、7番っていう、うんうん、楽観で積極だったんですよ、うんうん、自己主張の楽観タイプだったんですよ。そう、でも自己主張タイプの楽観ってすっごい芸能人だと明石家さんまみたいな人じゃないですか、うん、常に中心にいますよね。プロな感じがしますね。プロな感じで、こうなんかよく明石家さんま、まあ、さんまさんの話とかこう出てくるとプライベートでもあんな感じでずっと喋ってるみたいな、言いますよね。言うじゃないですか。なのでもう気質なんですよね。なあ。あと結構うん、よくネットでやるような診断は、うんうん、ちょっと間違うことがある。ちょっと間違うことが、まあ、多い。そのこうした方がいいとかっていうふうに行動してるじゃないですか。例えば合理的に考えた方がいいって思ってたら、僕すごい合理的ですよ。そうすると普段は合理的に考えたりしてるんですよね。してるはずなんですけどね、うん、
で、これって本当にこう、とっさの素が出た時の反応なんで、怒鳴るんですね、僕は。怒鳴るんじゃないですか。って言った時にこう、診断で、あなたは合理的に考えますかって言ったら、絶対チェックつきますよね。僕つけますね。合理的ですもん。合理的。なんで、間違いじゃない。普段の生活の中では合理的なんですよ。そこが難しいですよね。だから、こう、本当の素が出た時が、このタイプになるんで、だから皆さんのあれですよ、ね、自転車に乗って行こうとして怒鳴られた時の態度とかで、もうとっさの時に事故を起こしたとか、僕だからみんな怒鳴ると思ってたんですよ、そういう時は、うん、怒鳴らないですよ、怒鳴らないんだと思って、怒鳴ったことなんかないですよ、だって根性焼きあるんですよ、隊長、いやいやいや、根性焼きある人が怒鳴るでしょうと思って聞いたら、怒鳴らないと、この、まあなんかこう、信号がもう赤になりそうな時って、こう自分に火があるって思ってるじゃないですか。思ってますね。思ってるんで、なんかすいませんっていう気持ちが情けない。もう本当に電車に飛び乗った私が情けないですよ。もうで、怒鳴らないです。車とか運転しててクラクション鳴らされたりするじゃないですか。ええ、あれもなんかなんていうんですかね。自分がそういう悪い場面。はい。悪いと思う、自覚してる時はありますよね。っていう時はクラクション鳴らされても、あ、すいませんみたいな感じになるけど、あっていう、僕車の中でチェって言いながら、うん、クラクション鳴らす暇があるなら、うん、止まれよ、うん、で反応して合理的に考えてます、うん、だけどこう、まあ、僕だったらこう相手に火があることも多いじゃないですか。多いですね。ちょっと邪魔だぐらいの。ええー、ありますね。どけよぐらいの感じでプッて鳴らされたりすると、イラッときたりしますよね。あ、でも多分ちょっと、そうなんですよね。僕はだからね、要所要所でやっぱり反応してるんです。反応してる。あ、こっちですね。ここの反応してるんですよ、うん。っていうのがもう本当に。だからこうエニアグラムで最初にこう自分のタイプって何だろうってみんな思うと思うんですよね。思う。っていう時に、なんかこの、なんていうんですかね、僕は7かって思ったら7に見えちゃうんですよ。だから僕、ここ、鶴田さん、隊長にも7ですって7宣言をしました。7宣言。7宣言して、5宣言してみたいな。そう、5宣言もありましたね。有利タイプの合理。僕合理なんで、みたいな。言ってました、言ってました。いや僕あの、そういう診断で、6になったことがないんです、うんうんうん。4になったこともありますし、うんうん、8になったこともあるんですけど。うんうん、だからその時の、なんていうんですかね。多分その時の状況は分かんないですけど、合理的がいいっていうふうに聞いて、合理的に行動してた時に、なるほどね。で、個性的がいいって思って個性的に行動してると、個性的な考えで4になったり、うん、4になったり、個性的に行動してますかみたいな感じでチェックして、あ、してます、してますってチェックすると4になっていくっていう風になるんで、なるべくこう素の時どういう風に反応するかなみたいな。あ、飲み会とか、飲み会とか、なんか問題が起こった時っていうのは、なんかちょっとした問題じゃなくて結構すごい問題、なんか交通事故を起こした時どう反応するかとかっていう、まあ確かにそのさっきのちょっとした反応で分かりますよね。エニアグラムおすすめです。